Hi guys, this is SuperBoo3, and today we're continuing our playthrough of Steins Gate. We're getting very close to the end of the game. Last time we found out that Rintaro needed to fail his rescue of Kurisu so that he would be able to do all of the things he needed to do to contact Rintaro when he's younger, which is the present us, to actually do the things he needs to do to reach Steins Gate. It's all very complicated. If you've been watching, you'd understand what I was talking about. But if you don't, I would highly recommend watching part 60. Anyway, we're still on the part of the true ending, so let's see what we can do now. We really have to hope that I picked up the metal Ooper. We did, sweet. これはレアなんだ。本日はドクター中鉢によるタイムマシン発明成功記念会見にお集まりいただき誠にありがとうございます。
It's really nice how they're explaining everything.何を恐れる？包囲強魔、すべては。俺のオペレーション作るのに不備はない。何せ、俺は、俺を信じる。この包囲強魔を、信じる。聞いてるの？パパ？それは何だ？パパがタイムマシーンの発表会をすると聞いて、私も考えてみたの。タイムマシーンは作れるのかどうか。私は追放されたのではない！あの連中は私のレベルの高さに嫉妬するしか能がなかった。そんな奴らに。I hate how this kind of repeats itself, but anyway, something exciting is about to happen, I'm sure. ねえ、久しぶりに会ったことだし、いろいろと話したいんだけど。帰れ。え？さっさとアメリカに帰れ。二度と顔。でも。何が意見が聞きたいだ。何が共同署名だ。本心ではそんなことこれっぽっちも思っていないだろうが。私は哀れんどるのか、それとも蔑んどるのか、娘の不在で。何言ってるのよ。
私は十分落ち着いておる。指図するな。God, mate, this makes me really uncomfortable, this scene. この場にお前を呼んだ理由を教えてやる。勝ち誇りたかったのだよ。お前が絶望するほどの差を知らしめてやろうとしたのだ。なのにあの妙な若造のせいで全て台無しだ。そしてお前がそんな私を見て鼻で笑っていたのも知っているぞ。どこも笑ってなんて。この論文に意見が欲しいのか。意見ならここで言ってやる。この論文は私の名前で発表する。以上だ。まさか。なんだと？私の論文、盗むの？そんなことだけはしない人だって。誰に対して口を聞いておるのだ。私の気持ちがわかるか。なぜお前はそんなに優秀なのだ。私より優秀な人間などこの世にいてはならんのだ。わかるか。屈辱なのだ。だから遠ざけた。お前と親子だと思われるのが耐えられなかった。お前のせいで、お前のせいで。よせ！お前、さっき。お前のせいで、お前のせいで私の発表会は台無しだ。よくも抜け抜けと私の前に顔を出せたな。どいつもこいつも私の邪魔ばかりする。さてはお前、クリスと示し合わせていたな。そうだ、そうなんだろう。許さ、許さんぞ、ガキども。やってみるか。こいつは何者だ。我が宝運教。知らないなら覚えろ。フェニックスの鳳凰の意味、そして凶悪なる真実で、俺は混沌を望む者、世界の支配構造を破壊、そしてお前の野望を打ち砕く者。逃げて。断る。どうした、ドクター中町。お前の威勢は口だけか。もっとも、神に等しい力を持つこの俺を殺すことなど、お前ごときには無理だろうがな。ふざけるな。貴様には俺を殺すことはできない。絶対にな。死ねえ。
ざまみろ。私を馬鹿にするからな。娘は仲間ち Mother. Oh, that is just gross. This is disgusting. I can't believe he's doing this. Okari Oji-san! Sono kizu, nani yatten no? Nani yatten no yo? Baka, yori niyotte konna shippai suru nante. おじさん何を勘違いしているスザ If he changes the world, why will things have changed? この床を見て気づかないのか床十分な出血あ血だまりが…でも、これじゃおじさんが死んじゃうよ俺を…誰だと思っている狂気のマッドサイエンティスト王院教魔だぞおじさん…Mm-hmm.
ズハ。クリスの体を。あ、うん。痛かったか。すまなかった。たとえあの三週間のお前に生きていてほしかったから。さよなら。作戦完了。これより帰還する。おじさん、無茶しすぎだよ。バカにも程がある。バカとは失礼だな。全て計画。喋らないで。すぐに戻るから。8月21なんとか G に耐えてね。ああ、くそ。せめて応急手当ができたらよかったんだけど、これにはそんなの載せてないんだよ。この先にはさ、きっとシュタインズゲートが待ってる。おじさんは生きていて、マキセ・クリスも生きていて、私は2010年にタイムトラベルしてくることはなくて、第三次世界大戦が起きるかどうかは分かんない世界線だけど、シェルンのディストピアが構築されるかどうか分かんない世界線だけど、未来にはさ、希望が満ちてるって信じられるような世界が待ってるよ。そこに到達したら、きっと私は消える。一緒にここでお礼を言っておくよ。ありがとう、おじさん。死なないでさ、きっと7年後に会おうね。Okay, so it looks like we're going to reach Steins Gate right now. So fingers crossed. Something we find out more, because I'm slightly confused as if that's going to be the end of the game right there. I think, given that everything that we've seen, we've gone through the Steins Gate, I think I'll leave, I'll end this. I think this will be a good place to end this episode, because
I've got a feeling we're going to have an ending where we're going to end up seeing absolutely everyone else. So I think it's probably most efficient to just stop right there. So guys, thanks for watching. Until next time. Bye.